コロナ禍っていうところでこう大会を開催すべきなのかどうかっていうところがあった大会の中で、やっぱりそれでも開催してもらえたっていうところには、選手としてはやっぱり感謝の気持ちを持って、試合をしないといけないなっていうことはすごく感じていましたし、やはりその分自国開催っていうところでこう応援の数とか、こう海外でも応援はしてもらえるんですけど、やっぱこう自分日本語で応援してくださるとか、あとボランティアの方も結構日本の方が多くて、すごくそういうところではこう身近に応援を感じることができたので、こうアットホームっていうか、そうですねっていうような感じでこう試合を迎えることができたし、そういう人たちも応援してくれることで、やっぱそれを力に変えて結果残したいなっていう気持ちにもなりました。予選リーグの結果がそんなに良くなかったというか、こう苦しんで勝ち上がっていった感じだったので、やっぱそのリーグ戦に入るところ、リーグ戦からトーナメントに入るところで、こうなんで自分たちやっぱりここまで来たのっていうところをみんなで再確認して、やっぱりゴールボールを楽しんで、ゴールボールで世界に勝つためにみんなでここまで頑張ってきたんだよねっていうところで、一回こうギアを入れ替えて試合に臨んでいました。アスリートでこうやっぱこう何事もこう目標を立てて、それに向かって計画を立てて練習トレーニングしていくっていうところのこう癖ができたっていうところは、こう今後いろんなことに生きていくんじゃないかなっていうふうに思っているのと、あとはその競技をやったことによって、多分こう普通に生活しているよりは、たくさんのこの人との出会いだったりだとか、応援してくださる方っていうのもたくさんいるっていうことを、なんか自分の肌で感じることができたので、いろんな人に支えられて自分がいるんだなっていうことをこうより感じて、そこに対する感謝を持てるようになったっていうところは大きいかなと思ってます。視覚障害のある方ってこうやっぱ普段すごく気を使うというか、やっぱこう視力がないっていうところで、周りにこう安全どうやったら安全に歩けるかとか、周りに物がないかとかっていうのをすごく気を使いながら日常生活を送っていることが多いと思いますし、また私自身もそうなんですけれども、一旦コートに入ってしまえば、こう自分たちの意思で自分たちの考えでやりたいこと、やりたいプレーを表現できるっていうところはゴールボールの、魅力だなと思ってます。あとはそのアイシェードをすればみんな同じ条件でできるので、こうどんな人でもできるっていうところで、こう一緒にスポーツを楽しむことができるっていうところも魅力の一つだなと思ってます。そもそもできないって思ってる方もいらっしゃると思うので、なんかやっぱこう誰にでもできることとかっていう、なんかハードルを最初のハードルを低くするっていうこととか、あとスポーツって何でやるのっていうことを考えた時に、やっぱりこう楽しいとかっていうことを感じてもらうことがすごく大事なんじゃないかなと私は思っているので、スポーツをやるとか体を動かすことが楽しいっていうことを伝えられるような、なんかきっかけとかがあったらすごくいいんじゃないかなっていうふうに思うのと、あとここ数年でかなり減ったとは思うんですけど、私もそのこういうことやりたいからできるところに連絡してみたら、やっぱ障害があるからダメですって言われてしまうことって結構あるので、あったので、なんかそういった経験されてる方だと、やっぱりなんかまた断られるんじゃないかなとかっていう思いもあるのかなとも思うので、そういったところで本当の意味で誰でもできるっていうところと、ハードル低くするっていうところができて、みんなでスポーツ楽しむっていうところが伝えられたらいいのかなと。競技者としてなんかもっとできることあるんじゃないかとか、できたんじゃないかとか、あとはその、
もうゴールボールで表現できなかったこととか自己成長とかっていうところを、まあ、違う競技でやってみたいなっていう思いが、まあ、やめた後もあって、すごく恵まれた環境で私は今まで競技生活させてもらっていたので、社会に出てこう社会人として働くっていう経験も絶対必要だなっていうふうに感じたので、まあ、人としてちゃんと働くっていうことをやりながら、まあ、どういう可能性があるのかなっていうことは探っていこうかなと思っているようなところです。新しく会社としてこう商品とかサービスを開発するっていうところの部署に所属をしていて、こう私としてはその障害のある人とか、まあ、目の見えない人のこう立場っていうところに自分自身が立っているので、まあ、そういったところの知見を生かしながら新しいサービスとかが作れないかっていうところを検討しています。